はい、京都企業を全力で応援するビジタネのコーナーです。今週は、はい、今年モーター世界最大手の日本電産グループ入りしたばかりの工作機械メーカーをご紹介します。はい、もう少し前に京ビズ X で日本電産マシンツールを紹介してましたよね。そうそうそう、の工作機械のミクロン単位の精度を支えているのが職人技っていうのが、ね、印象的でした。人なんですよね。感動しましたよね。今日本電産グループは工作機械メーカーを次々とグループ入りさせているんですけれども、今回は今年2月にグループ入りして、7月には社名がニデック OKK に変わる OKK という会社を取材してきました。兵庫県伊丹市にやってまいりました。今日は今年2月に日本電産グループ入りした OKK という会社、こちら今年の7月からニデック OKK ということになるんですけれども、工作機械のメーカーなんですね。どんな技術を持っているんでしょうか。行ってみましょう。1915年の創業から100年以上の歴史を誇る OKK、 本社事務所からも趣を感じる。さあ、中入ってまいりましたけどもね、やっぱすごい歴史と伝統を感じる建物ですが、こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。 OKK の森本社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。この方が日本電産グループ入りを決断した社長さんですけれども、聞くところによると、はい、社長に就任して8日で日本電産グループ入りしようと決断されたそうなんですが。そうですね、あの形的にはそうです、で実際はもう社長に就任ちょっと前に決まってたので、はい、決まってた時には何もなかったです、で実質でも2週間ぐらいですかね。この会社良くするためにはこの決断だってことですか。そうですね、だからもう本当にお金もなくなってたし、はい、信用もなくなってたし、もう会社を縮小する今年が頭になくて、もう即断しました。なるほど。でこの OKK という会社はですね、100年以上の歴史があって、はい、この建物ももう80年以上の。そうですね、だから1940年に建てたって聞いてますんで、はい、今82年目。まあ、こちらもニデック OKK になることで取り壊されて新しい建物が建つっていうことなんですよね。そうですね、もともと移設して残しましょうかっていう検討もしたんですけど、まあやっぱりここはね、あの新しい時代にもなりますし、あのニデック OKK として生きていこうと。それでは早速 OKK の工作機械の特徴を見ていこう。OKK さんの機械が並んでますけれども、はい、そもそも OKK はこんな工作機械メーカーですって説明するときに、はい、まあ、何が得意でどんな技術を持ってるのかっていうのは、基本的には汎用工作機なんで何でもできるんですけど、何でもできる、表面的に言うと、はい、やっぱり OKK の機械は純切削光合成っていうことで、純切削光合成、はい、もう分かりやすく言うと、はい、よく削れて頑丈な機械だと。なるほど。ちょっとこちらにサンプルがあるんですけれども、はい、これ素材はどんな。これはまあ、 あの削りにくいチタンを板から削り出してるんですけど、まあ、ここに書いてるようにね、チタンでキリコの排出量が600ミリ、どんだけ1分間にキリコ出せますかっていう、キリコ出せますかってことは、どんだけたくさん削れますかってことですね。そうです、そうです。これ、あ、そうです、これがキリコ。そうですね、ごついですねこれ。はい、これでガシガシ削るわけですね。そうですね。はあ。昔はやっぱり角材から削り出すのに、まず荒加工でその形にするまでドッと取らなあかんっていう。はい。ほんでこれごっつい歯ですねこれ。そうですね。こんな歯使うんですか。やっぱりこれを使って削ろうと思うと、機械に剛性がないと機械が負けるので、はい、機械が振動したり、まあ、それに耐えうる機械にしてるっていうことなんです。それは機械自体が頑丈やないとこんなごついね、はい、歯回せないですから。そうですね。なるほど。そういうところで世間的な評判が、はい、これなんか、まあ、金型イメージしたサンプルだと思うんですけど、はい、まあ、金型も作れるし、はい、部品加工もできますし、うん、軟削材も削れますし、はい、町の鉄工所の味方みたいなところを今日本では狙っていこうかなと。ああ、でも町の鉄工所やったら、はい、まあ、少人数でやってはって、はい、そのプログラミングとか CAD とか
ちょっとやっぱり難しいわっていう方もいらっしゃいますよね。はい、だからその辺も自動プログラミングとかですね、サポートシステムとかいろんな周辺機器は提供できるように。だから全自動っていうより半自動っていうんですかね、人ができる部分は人がして、自動でできる部分は自動でして、コストも安く収まるし、便利にもなると、いうようなことをちょっとコンセプトに国内向けの市場は今開拓しようかということでやってますけど、町の鉄工所の味方の OKK ということですね。そうですね、だからお客さんに寄り添うっていうことですよね、そこはもうちょっとこれから前面に出していきたいなというふうに思ってます。2022年2月に日本電産グループ入りし、7月にはニデック OKK になる工作機械メーカー OKK。 その実力を検証する。なかなかかっこいいですね、この赤と黒とグレーのカラーリング、はい、なかなか評判です。あ、そうですか。OKK って書いてありますけれども、はい、そうです。これはまあ、基本的には重製作っていうんですけど、まあ、コストパフォーマンスと製作能力を、まあ、兼ね備えているというか、まあ、OKK でこの VM53R いうのが一番売れてる機械、主力の、はい、主力のバランスのいい機械ですね、はい、これ上に刃がついてますね、はい、でこれがまあ降りてきて削っていくわけですか、はい、そうです。あ、主軸が回ってね、主軸が回ってね、はい、でこれは上にギアがついてるんですか。そうですね、このヘッドの中にギアがついてて、その奥にモーターがついてて、で力を上げてると。ああ、なるほど。硬いもん削って、まあ硬い刃でガリガリ回していくとパワーも必要ですけど、結局その軸が歪んだりとかしたらまあかんわけでしょ。はい、だからその強さが必要なために、この機械を裏側収納面って言って、面と面を当てて、強くしてます。だからそこの辺は OKK の技能、技術で、それがここに詰まってるわけです。そうです、この中にですね。はあ、なるほど。だそこはもう手間暇コストかけて信頼性を確保してると。そうですね、丈夫で頑丈、長持ちと、いうことを歌っているということですね。ちょっと一味違うんですよ。一味違うということで早速、すみません、じゃあ削っていただいていいですか。お願いします。下の台が動きました。あ、そして刃が回転しながら降りてきた。接触して、うおすごい、キリコが出ております。キリコの量がすごい。社長、これはもうパワーを見せつけてますね。今そうですね、パワーを見せるデモンストレーションカットですよね、まあ、もちろんね、刃がグラグラすることもなく安定して力強いですね。そうですね。うわ、もう終わりますよ。もうあっという間に、なんかもう頑丈、力強いっていうのがね、よくわかります。続いてはツールチェンジをして金属の塊を上から削り取っていく。おお、かっこいい。早っ、あっという間。さあ、刃が変わって面ですね、降りてきました。今度は上から削ってきます。これもすごいな。あ、ガリガリ。もう終わるわ、ちょっと火花も散ってる。はい、
素人ながらに頑丈そうやなとか、はい、パワフルやないうのはよく分かりました。 ありがとうございます。頑丈パワフルさアピールするデモ加工にしたんで、でここに安心の3年保証って書いてあるんですけど、はい、こういう工作機械でこういうなんてあるんですか。多分、全ての商品にやってるのはうちだけだと思います。全ての商品で3年保証なんですか、はい、OKK の工作機械は、はい、もう自信もありますし、頑丈で丈夫で長持ちということをやっぱりアピールするには、一番いいかな。なるほど、はあ、信頼のブランドっていうのがよく分かりました、はい、100年以上の歴史を持つ OKK だが、近年は市場での存在感を示せず業績も低迷。昨年就任した森本社長の決断で日本電産グループ入りすることになった。今後業績を回復させ、日本一世界一を目指すため長森イズムが注入されていくが、これまで長年にわたり培われてきた OKK の長所を伸ばすことも必要だ。あのね、いいところは誠実なところですわ。もう社員のいうか人が誠実というんですかね、悪いが人が良すぎるとか真面目で誠実なとこっていうので続いてきたと思いますね。だからずるいこともしないし、かといって思いっきり仕事もしてないからこうなったんでしょうけど、どうやって立て直すんやろっていろいろ考えた時に、自分らでお金さ工面してっていうのは難しいところがあって、縮小しなあかんとか従業員をちょっと減らさなあかんとかいうところに頭が向いとったのは事実です。でその中で日本電産さんの方から一緒に日本一を目指そうよ、世界一になろうよっていうような話をいただいて、ほんまに世界一目指せるっていうふうに真剣に思いましたので、あの決断しました。素晴らしい技術があっていいものを作ってるけど、近年はやっぱり経営苦しかった、そうなってくると新しく製品を開発するための投資もできないし、人材確保することができない。そこで今工作機械メーカーをどんどんグループ入りさせている日本電産が声をかけて自分たちのグループに入る、そのことで日本一世界一を目指せるようになる、その希望に胸が震えているように感じましたね。そうですね、いや、OKK さんの魅力もさることなんですけど、日本電産の長森さんの決断にですね、私はやっぱり驚いてますね、先の日本電産マシンツールですか、はい、この買収に続いてもう矢継ぎ早に今回、OKK、はい、これは工作機械業界に非常に大きな衝撃をですね与えたと思いますね。4月に発表された時にはですね、まだあと3社ですか、引き続き買収して、そして売上5000億これを目指すと、こういうふうに高らかに宣言されてました、実を言いますとこの工作機械業界っていうのはですね、トップのファナックあるいは森世紀、ここの売上が4000億前後なんですよね。で5000億目指すということはつまり3年後に日本一になるぞと、こう宣言されているのと同じだと思うんですよね。やっぱりそういう心意気といいますか、情熱といいますか、そういうものがこの OKK を変えていくんじゃないかなと、そんなふうに思いますね。工作機械がああやって動いて金属の塊を削っていくとこ、あんまり見る機会ないと思うんですけど、そうですね、海平さんが見てどうでしたか。いや、もう本当にその力強さっていうのも伝わってきましたし、見てて気持ちがいいなっていうぐらいあれだけの技術でもやはりそのやっぱり知らなかったわけですし、そういう企業っていうのはやっぱりこう日本多くあって、でもその業績不振っていうのでこうやっぱりそれで埋もれてしまったら、もう宝が本当にね、こうせっかくの宝を守ってきた、そういう思いで長森さんもね、こういうふうにグループ化だと思うんですけれども、社長がおっしゃってた町の鉄工所の味方っていう言葉もすごく印象に残って、今回のこのグループ化っていうのがまたそういう日本、世界のそういう企業をまたこう変えていくきっかけになるんだろうなと思うと、なんかワクワクして見させていただきましたね。やっぱりその最高峰の制度を実現できるのは日本の工作機械なんですね。ところがそれぞれ自立してきた会社、ただうまく時代の変化に追従することができずに経営が苦しくなっている、でそういうポテンシャルがある企業を、
一緒のグループでやることで、はい、そのポテンシャルが開花する、うん、これって、ね、まさしく日本のものづくりを守るっていうことなんですよ。その通りだと思いますね、うん、そこにこそ永森さんの志が僕あると思うんですね、ええ、でこの工作機械業界っていうのはですね、まあ、一部のトップ企業を除いてほぼ中小中堅メーカーがたくさんこう集まっている、うん、そういう業界なんですね、うん、しかも出てましたようにユーザーさんはもう本当に零細企業含めて小さいところが多いですよね、はい、でさらにまあ消費者も結構入り込んでましてね、はい、あのつまり時代の変化にドラスティックに対応しようと思ってもなかなか改革できない業界だというふうにも言われてるんですね、うん、でそういう中でまあ来てるわけですけどもやっぱり中国の工作機械メーカーどんどん力つけてきてますよね、うん、それを見てやはり永森さんはですね、工作機械を買うというよりも工作機械のメーカーを買ってしまって、うん、そして自分たちのですねやっぱり見たけに合うように改革していって、うん、そしてお互いの強みを生かしながらですね、より強いものを作っていくと、はい、まあ、あの今回の OKK さんもちょっと見てますとやっぱり3年赤字が続いて、うん、海外展開が遅れているというところがどうも原因のようなんで日本電産がお持ちの海外ネットワークですねこれをしっかり生かすことによってまた蘇りがですねされるんじゃないかなというふうに思いますしね、うん、非常に期待を持ってみたいなと思いますね。やっぱりね中国の工作機械も伸びてるのは伸びてるんですけどやっぱりできることが違うんです、はい、でこの日本の技術 OKK の技術を支えてるのは何かっていうのを来週引き続いてご覧いただこうと思うんですが、はい、やっぱり職人さんなんですよ、うん、そこにいたのはそうです、ね、だから、うん、多分ね100分の1ミリぐらいまでは機械ができるんですけど、うん、その先、うん、ミクロン、うん、1000分の1ミリの単位になってくると、うん、人なんですよ、うん、まあ、だから、うん、そうそうまさにおっしゃるようにすり合わせ技術って言われてるところですよね、はい、あの部品を集めてきてあの組み立てたら出来上がるっていう家電製品と違って、うん、それこそ加工からですね、施工までね、うん、本当に微妙な調整とかね、うん、そういうそのところがこれ命というか強みになってくるわけですよね、はいはい、それを支えているのはまさに職人の技なわけですよね、うん、であるがゆえに日本の企業が強さがあったわけですよね、うん、そこをさらにまた磨いていくことが日本電産グループに入ることによって可能になるんじゃないかなと思いますね。だこれからその本当にもう最高峰の職人の技術があるミクロン単位で加工できる工作機械がハイエンドにあり、うん、一方でやっぱり中国勢とも戦っていくために安価で大量生産できて、うんうん、そしてどんどん世界中で使ってもらうという、うん、このラインも必要なんですよね。そうそうそう、まあ、それとあの日本電産マシニングツールがマシンツールがあの大型機強いですよね、はいはい、もともと三菱重工ですからね、はい、で今回の OKK さんは小型機が強いと、はい、そうすると永森さんやっぱりうまいなと思うのはこう幅広くですね、うん、加工技術を手に入れることができる、うん、でそれをまだミックスすることによって新しい製品開発なんかもできる、でそれを自社だけじゃなくって外にも売っていく、こういう多分シナリオをですねお考えなんじゃないかなと思います ね、うん、先にグループ入りした日本電産マシンツールはもうすでに財務内容が改善して、うん、黒字化に向かって突き進んでいるということですので、この OKK も間違いなくその流れに入ってくるというふうに思うんですが、今週はどんなことができるのかっていうのをご紹介しました。来週はどうやって作っているのかっていうのがカメラが初めて潜入しましたので、来週もお楽しみに。楽しみですね。京都企業を全力で応援するビジタネです。今週は先週に引き続いて今年日本電産グループ入りしたばかりの工作機械メーカー OKK の後半戦です。はい、100年以上の歴史がある町の鉄工所の味方ですよね。そうなんですね。硬い金属でも削れて頑丈、そして3年保証もついている信頼のブランド OKK なんですが、その技術を支えているのはやはり職人技だったんです。先週に引き続いて日本電産グループ入りした工作機械メーカー OKK を特集します。今週は OKK のものづくりのやり方神髄についてお伝えしていきます。工作機械メーカー OKK、 創業は1915年、町の鉄工所の味方、重切削光合成に加え高い信頼性を誇る製品を武器に100年以上続いてきた。しかし近年は業績も低迷し、市場での存在感を示せずにいた。
そして今年2月日本電産グループ入りし、7月からは社名もニデック OKK に変わる。日本一、世界一を目指す挑戦はすでに始まっているが、今回は特別に OKK のものづくりの真髄を取材することができた。さあ、いよいよものづくりの現場にやってまいりました。森本社長、はい、こちらの建屋は何をする建屋なんですか？あの機械の主要部品のユニットを専門に作ってる工場です。で、ここの部分は主に主軸、はい、機械が物を削るときに回る一番大事な部分ですね、そこを作ってます。いわゆるその OKK のその工作機械のガリガリ削れるパワーがあるっていうところの源が主軸ですよね。そうですね、だからやっぱ主軸が弱ければ何もできないんで、一番作業するところです。 OKK はそこは全部内製で作ってます。主軸といえども、まあ、その機械を構成する部品の一つですから、外注をされる工作機械メーカーも多いって聞いたんですが、なんで OKK は自作するんですか？なぜと言われると難しいけど、まあ、やっぱりこだわりですよね、やっぱり主軸 の, その中でちょっと硬くしたり、強くしたり弱くしたりっていうのもものすごく微妙な、例えばここであるナットなんかでも、全て原号で合わせてるとか、径を研磨するのも全てベアリングの径と合わせて1対1にしていって、っていうようなちょっと繊細なところが必要になってきたところがある意味ノウハウになってくるので、やっぱりそこは守っていきたいな。なるほど、まあ、この後ろにある工作機械を使いながら、まあ、形作っていくわけですけども、組み上げ方とか、合わせ方とか、いろいろノウハウが。そうですね、その辺はちょっとこだわってます。なるほど。工作機械の心臓部、主軸のユニットについては外注業者から購入するメーカーが多いとのことだが、 OKK はどんなに業績が厳しくても内製にこだわってきた。さあ、いよいよこう主軸を組んでいく、ユニットを組んでいくというところに来るわけですけれども、これ今何されてるんですか？今これはですね、部品の下準備ですね、やっぱりちっちゃいゴミでも、ホコリでもサビでもいろいろあったらいけないんで、まず下準備をきれいにして、で、あの中でですね、高温工場に入れて、温度を合わせてから組んでいくという割と繊細な作業になって。なるほど。でここで、まあ、1回ピカピカにして、中の高温工場、温度が変わらない。そうですね、温度もクリーンもですね、要はゴミもあったらあかんので、いうところでちょっと組むんですけど。なるほど。じゃあちょっとそこを見せてください。いや、ここはちょっとね、いろいろ非常秘密ということにもないですけど、入っちゃダメです、入っちゃダメ、入っちゃダメ、ダメ、お前カメラダメになってる。じゃあもうここはちょっと心臓部ということで、撮影はできないということですが、ここから出てきた分はまた撮ってもいいですか？はい、わかりました、じゃあそっちの工程行きたいと思います、2週にわたってお送りしている OKK、 特に心臓部である主軸ユニットの内製については強いこだわりを持っている。うちの特徴の一つであるギアヘッドですね、の中にギアを入れて、ギア比でかまして力を強くして、でこのモーターで回すと、でモーターが上につくっていう形タイプの、ギアが入ってます。これでパワーを出す方向ですね。そうですね、だからトルクを上げるっていう方向ですね。それでまあこれはあのうちの特徴である角ガイドっていうんですかね、収納面刺す機械のヘッドなんで、まあ、この辺も前処理で相手側とキッチンすり合わせて1対1にして持ってきてるもの、だこれがまた他の部分と合体していくわけなんですけど、 そこのすり合わせが大事やっていう話ですよね。そうですね。これはでもパッと見たら大量生産すんの難しそうですね。難しいですね、今のところはね、だから部品の共通化をして、機能の共通化をして、それでいろんなお客さんに、いろんな使い方で満足していただけるようなものを今後大きくとして開発していって、これが量産化できるようになればもうちょっと値段も下げれるとか、まあ、そういうところにね、今後力を入れていけるような環境を今回電産グループと一緒になったということで、いけるのかなとは思ってます。そういうことか、ただやっぱ OKK の工作機械っていうのは 1,2 年使っただけではその進化がわからんと、長く使えばこの頑丈さと、その精密さの良さが出てくるんですって。そうですね、だからその長所は変えずに
どう効率よく作っていくかっていうのが今後の。そうですね、うん、だから町の工場とかの人らが長くいろんな仕事をする方と、はい、あの量産化と使って、ね、あの安い機械で量産して安く作ってゴンゴン機械変えていくっていうこと、はい、両極端あると思うんですけど、うん、まあ、今後両方いけるかなっていう。そしてカメラは初公開となる OKK の技術の真骨頂を目撃した。さあいよいよ OKK さんの技術の真骨頂を見せていただこうということで、はい、ここは機械で加工するんじゃなくて、はい、人がやるという、はい、ここから手作業ですね。スタートはやっぱり手作業なんですか。手作業ですね。これサドルというものなんですけど、はい、この上にテーブルを乗せます、でもテーブルもまっすぐ乗らなきゃいけないし、まっすぐ動かなきゃいけないんで、このサドルの動くところと、こちらにあるテーブルの底面をあのきちし合わさなあかん、はい、でこの面をその木下げという作業で、はい、あの全面ちゃんと当たるように、はい、でムラなく動くようにっていう作業を今から見ていただこうと思ってます。これ要するにこっちが土台や思ってもうたらいいんですね。ここに合うやつを調整していくんですが、すでにこの下のこのレールについてはもうすり合わせしている。すり合わせしてますね。逆にしてるやつと合わせていかないと、はい、上が歪んでたら歪んだものに合わせちゃうんで、順番順番でやっていって、日本電産マシンツールでも、はい、この木下げの作業を見せてもらったんですが、はい、あれは多分こう固定して使うところの面を合わせる、そうですね、ということだったんですが、でこっちはもう修道部分、動く部分をすり合わせるそうっていて、はい、同じすり合わせでもちょっと動くところやから、はい、ずっと動いてるから摩擦も出たらあかんし、もちろんその間に油とかが入ってるんでしょ、膜としては。そうですね、だからあの動くので、そのすり合わせ の, あの面の深さとか、はい、取るとこの、はい、個数とか幅とかも、はい、あの機種によって決めて、うん、で油がちゃんと溜まって油がきれいに回るように、はい、っていうところまで計算してやらないと寿命が狂ったり、ちょっともう気が遠くなる感じですけれども、日本の工作機械メーカーが世界で圧倒的な信頼を獲得している理由は、1000分の1ミリミクロン単位での加工が可能で、かつ頑丈で壊れにくいから。その精度の源は人間が作っている。木下げ作業、金属の表面に刃を当てて薄く削り取っていく。その刃先がしなるほど体重をかけて削り取っていくが、腰に当てた道具と一体化して体全体で一定のリズムを刻みながら、あっという間に作業を進めていく。しかも場所によって削り取る厚みが変わってはいけないので、同じ動きを寸分の狂いなく続けなければならない。一度全体を削り取った後、クレーンで持ち上げすり合わせる。そして削り取る部分を色付けしてまた木下げを行う。さあ今1回目の、まあ、合わせてみてですね、はい、このブルーの色が乗ってる分が面が当たったってことですよね。そうですね、うん、だから今これ反ってる形になってるんで、真ん中がへこんでて周りがまあ高い状態なんですよね。そうですね、はい、だから今高いとこまた落としていって、であの前面がちゃんと当たって、はい、で最後そのあばら玉で仕上げてっていうことになるんで、大体3回から。今この作業自体は、はい、僕びっくりしたんですけど、ものすごいスピードでされるんですね。そうですね、だから大体正確に大体1人でこの大きさだったら半日から1日ですね。まあそれでも半日1日かかるんで、かかるね、まあこの辺はね、なんと。いやせやけどこれはちょっと伝承せなあきませんね。そうです、この技術っていうのは。そうです、だから、まあ、技術というかこの技能ね、だからこの辺の技能が OKK の機械の、はい、やっぱ基本なので、うん、ここは大事にしていきたいなと思ってますけどね。いやー、これは力のかけ具合が場所によって変わってしまうと、削り方も違うから、うん、そうですね、全部バラバラになるから、規則正しい同じ力の加わりようで、はい、軽くやってはるみたいに見えるけど、この刃のしなりを見ると相当こう力が加わってるっていうのはよくわかると思うんですけど、はい、この道50年ですから。そうです、50年ね。
すごい技術でございます。 OKK はこれまで優れた技術力と製品でものづくりの現場から信頼を勝ち取ってきた。しかし目まぐるしい時代の変化に対応できず、シェアを大きく失ったことも事実だ。日本電産グループに入ったことでグループ内のリソースを活用することもできるし、資金力を生かして次に向けた投資も進む。改革は始まったばかり。目指すは世界一だ。中村代表がいつもおっしゃってる当たり前のことを当たり前にするだけで、私ら若い時に入社した当時って現場の職人さんが強い会社っていうイメージがあった時に怒られてたことと一緒なんですよ。何も文化が変わるとか新しいことをするんじゃなくて、やっぱり今風に変わってきて、いい面もあるんですけど、いろいろルーズになってきて怠けるようになってきてっていうことが積み重なって今なっているのを、もう一遍原点に戻るだけの話なんで、当たり前のことを当たり前にするだけやっていうことが分かってくる。ただこれがまた難しいっていう。まずは2025年機械グループで5000億円っておっしゃっていることを実現させる。まだ何だ言っても日本電産グループ入って2ヶ月なんで、足を引っ張らずに前に出ていけるようにということで やっていこうと思ってます。従業員みんなとともに進んでいって、でその2025年2030年で僕らが見たことのない景色をですね、うちの従業員みんなと見れて喜べたらいいなと思ってます。大ピンチだった会社がこれから生まれ変わろうとするその瞬間、この OKK という会社が持っている技術の一番コアな部分、職人技の部分を見せていただけたっていうのはすごくラッキーだったなというふうに思いますし、西本さん、なんといっても最後は職人技という職人技ですね、でこれさっき目標が現状の一桁上になってましたよね、そうすると量産に対応していかなければならないと、はい、これも一つ課題だと思いますね、海平さんも感動しながら、はい、木下げの作業を見ていましたけれども、職人技、これぞ職人技という、美しいなと思って本当感動してしまったんですけれども、先週は本当にこう機械でガリガリ、あれだけこうレベルの高いね、こう削る気持ちいいなと思っていたところから、やっぱりこの人の力、人の手ってこんなに重要なんだなっていうところも感じましたし、最後の社長の言葉も、感動しまして、その業績不振に陥っているところから、やっぱりこれだけ、グループ化になることで前を向いて明るく変わっていけるんだなっていうところにもすごく驚きました、木下げの作業って、ドイツもね工作機械強いんですけれども、日本だけやってんのかなと思ったら実はドイツもやってるんです。そうなんですか。はい、マイスターがね。そうですね。でところが日本人はね基本的に小柄で体力がないので、あえて腰に押し付けてこうギュッギュッとこう削っていくわけなんですけど、ドイツの人は大柄やから上からこうやって削るんですって。だからそこも削り方も違うっていうのを聞いて、それぞれのやっぱり国民のなんていうか特徴っていうのを捉えたものづくりっていうのがあるし、そうか、だから人によってもだから日本でももしかしたらまた違う方がやったら体型に合わせてやりやすいところを見つけるのかもしれません。自分で道具を作るからね。だからやっぱり機械で加工できるっていうのは100分の1ミリぐらいっていうところ、100分の1ミリでもすごいんですけど、その先の1000分の1ミリ、ミクロンの世界に行こうと思うと、やっぱり人間の感覚っていうのが必要っていうことで、人間のセンサーってすごいですね。それでさっき竹内さん指摘されたように、自分の使う道具は自分で作るんですよね、そこがねやっぱり、やってみて改良しながら改良しながら最後行き着くところまで行くっていうのが職人技の極意だと思いますね。あとはやっぱりこの日本電産グループ入りして今後っていうところの話になった時にですね、グループ入りした企業どこもですね、あっという間に黒字転換していくわけですね、これはやっぱりその M&A を繰り返す中でできたノウハウっていうのがあると思うんですけど、ただ
森本社長に伺うと、いや長森さんが言われていることは当たり前のことなんだと、うん、これをやっぱり立ち返って当たり前のことをずっと地道に続けていくことで成績も出てくるしと、うん、ね、だから何か違和感があることは何もないとおっしゃってたのも、なるほどと思いましたね。原点を思い出すだけっておっしゃってましたもんね、うんうん、だから普遍のものがあるんでしょう、そのものづくりっていうのはね、うん、共通したところがあるんでしょう、ね、はい、経験的にもね、だからそこがやっぱり、共通言語として持てると、はい、ここの方向に進んでいくぞという目標がはっきりしたら、その時にすごいパワーになりますよね。 いけますし、うん、しかもものづくりに徹することが今度できますよね、それが力になるんじゃないでしょうかね。でもそれこそ本当に伝承、はい、あのね、技術の伝承、ちょっとね、はい、やっぱりそういう意味では、うん、この道50年のあのベテランの職人さんから次の若い世代への引き継ぎっていうのは課題というふうにおっしゃってましたから、うん、あれだけの技術を身につけようと思うとやっぱりこう我慢の時期というか修行の時期が必要なんで、はいはい、なんとか若い方にね、頑張って引き継いでほしいですね、うん、そうなんですよ、若い世代平均的にはこらえ性がないのでなかなかね、難しいと思うんですけれども、うんうん、中にその姿を見てよしというのが出てくると思うんです、うんうん、必ず、うんうん、そういうのをね、うん、上手に育てていくっていうことでしょうね、うん、いや、いろんな特徴を持ってらっしゃる方がいて、それぞれで得意分野があってそれでいいと思うんですけど、これだけ培われてきた日本のものづくり1000分の1ミリっていう技術、これを今だったら伝承できるっていうことであれば若い方にとってもチャンスだと思うんですよね、そうですね、ぜひこのチャンスを生かして自分のものにしてもらいたいなというふうに思いますし、さあこれから OKK、 7月からニデック OKK という名前に変わりますけれども、日本電産グループの一員として工作機械グループで5000億円という ね、 目が離せないですね。これはものすごいハードルですけれども、これをどのように鮮やかに飛び越えていくのかっていうのは引き続き見ていきたいなというふうに思いました。以上ビジタネでした。